さて、このデカさってことはあと2回ぐらいか。一日中太陽が出てるってどういうことだろうな。うるせえな、エミール。自転車になったのか。なあ。兄ちゃん、アダムとイブか。なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするから。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろう。わかったよ、うん、イブも読んでるんか。なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持て、イブ。わかったよ。兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。何して遊んでるんだろうな。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。あ、そうしろ。小学校低学年ぐらいの感じだよな。様だ。これは何か書いてある。我ら森の王、ここに眠ると記載。記録メディアを発見、データ化および保存完了。これが財宝。まあ、ただの嫌がらせで嫌なやつだったっていう話。ちょっとからかわれてたから、喋り方で。
これは月の涙ですね。エミールさんに。お待たせしました。まだ伝えてすらいないのに。エミールさん、まあ、大丈夫ですか。今思い出しました。僕は。え？ ありがとうございます。おかげで大事な場所を思い出すことができました。大事な場所？はい、それは彼にとってとても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません、先に向かってください。僕はもう少しここにいます。今のレベルで大丈夫なんか。これこのまま周回しても鍵は持ったままかな。いや、なんか戦わないかんかったよな、確か。そしてめちゃめちゃ強かったはず。なんかイベントの敵だ。このまま倒したら戦闘行く敵ちゃうか。倒さんかったら大丈夫か。じゃあこの辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。トゥビー、ナインエス。司令官。緊急指令だ。やっぱりストーリーが進んでしまうな。我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。乗らんかったら大丈夫か。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。今のレベルやと一つ二ついけるかな。ここは何だろう。起きて砂漠が起きてやっけ。なんだこれ。それでは今から E ランクの戦いを始めます。ハッキングしてもええんか。最低ランクですが決して気を抜かないように。では戦闘を開始してください。そこまでとします。まあ25だったからな。
35か。ではこれより D ランクのと言ったらか、そこまでとします。嫌な感じだな。50はダメだな。さて戦ってみるか。新型とアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが追っかけている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊からの支援を求む。
人工兵器の破壊を確認。これより周囲の警戒に移行。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。ああ、行かれた。何あれ。知らんが、なんかめちゃめちゃでかい飛行機接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。作ってたよな。オペレーター 2-1-0 より 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。まあ、やっぱり現実問題動かさなあかんからな。でかけりゃでかいほどいろいろ大変だよな。まあそら恐怖心を与えれるだろうけど、それも初めだけだよな。バレるとな。司令部から敵の情報を入手。もかかる。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を支持。つらそうっていうもんな。何個でも持ったら得てるもんじゃないっていう。本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された両兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥービー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥービー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も
近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。ハッキングかい。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。毎回ハッキングかい。こっから新しい話というか別コーダだったから 9S の方の視点、新しい。戦闘をトゥビツービーに任せて。まずいですよ。ミサイルに乗りに行くんだよな。大丈夫ですか、トビーさん。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって。当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。脱走兵にされかかってたなんて。トゥビー、僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にあるEMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、
障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。早く離脱しなよ。離脱してないんちゃうか。ヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。このバンカーから参加してるの2人だけだったんだろうか。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。悲しいな。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、おるんかな、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。当機はポッド042、 2B 専属の随行支援ユニット。ポッド漫才久しぶりだな。ナインエス専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることで、これ見たやつか。より効率的な作戦展開が可能と推測。いやけどこれ、定期的な情報交換をポッド042とポッド153で行うこと。賛成。2週目からしかこれ出んはずやから、次の状況交換までに記録調整を行っておく。似たような内容だったってことか。やっぱりミサイル乗りっぱなしだったんだな。まるでアンドロイドか。
憎悪はあるだろうけど、感情の一つなだけなんだよな。それが根本でも何でもないというか。進化せんしな。助けに来てくれてた。これがしかも、セーブできるかな。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨。視覚センサー処理系。はーい。出てる出てる。視覚センサー処理系チェック完了。問題なし。全チェック完了。ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され、長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリーウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。わかったわかった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。
何今の不明データ同期を中止警告データ同期は全ユルハ機体の義務工程不明瞭なノイズがあったからね 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて了解万全を期するためにデータノイズの原因を探すサーバーへのポートを開いて全部調べるのは無理だな重要なポイントに絞って調べよう検出ヨルハ機体保管記録こんなに厳重に防御する意味って何だろうブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる検出月面の人類会議サーバーへのポートログ どうして防壁がこんなところにこれは月面への資材搬入記録かでも変だな空のコンテナがやたらあるなんでこんな無意味なことしてるんだろうん？新しいポートが開いた検出人類会議及び夜波計画記録インデックス警告当該データへのアクセスは許可されていない変なデータが多すぎるこのデータも調べないとダメだ重要データの割には攻撃型の防壁こんなのをサーバー内部に設置するなんて このデータヨルハ計画の中に人類会議策定の見出しが入ってるこれじゃ順番が逆アマの戦いと冒険を経て預言者は言うああ大地の慈悲をああ天上の喜びを鉄の組織から解き放たれ私たちの魂は今の一体見つかった否定 2B からの緊急援護申請サーバー切断ボディユニット起動了解9S オペレーターさん何があったの実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認その後 2B から支援要請があったけれど電波状況が悪く分かったこっちも大型ターミナルからアクセスしてみるまあもうメインストーリー以外できんかこれはまあ一旦終了かな